ここからこっちへ飛んでくるって言うんですよ。え、で開けてください。これね、実は支援名前な。実はマリックさんもちょっと天陽とはいろいろ深い関わりがあるっていう。いや、もう大変お世話になりました。はい、天陽さんがシーモンキーという、うん、なんかミジンコみたいな、うん、粉を水の中に入れると、うん、なんかこうちっちゃい生き物が あれを売り出すということで、それを売る販売員を募集してて、で私名古屋におりましたから、あのマジックで一旗あげようと思って、もう何でもいいからとにかくそれを売りに東京へ来たんですよ。それが最初に天陽さんとのつながりで、八重洲大丸ってね、今東京駅にあります、あそこが最初に天陽さんの売り場に私立たせていただいて、最初はシーモンキーを売ってたんですよ。マジックが好きですからね。そうですよね。いつまでもこんなもん売ってられないなと思ってた時に手品セットができたんですよ。天陽さんが8つの手品という8種類入ったセットを実演しながら売るという、もうこれは、ね、願ったり叶ったりで、その8つがセットだから1つ見せるだけで8つ売れるわけですからね。ああ、そうですね。手ぶらで東京来たような状態で来てましたから、まず手品セットで生活ができるようになったんですよ。あ、それはマルちゃんのメッセージして売った分だけのなんか、はい、ロイヤリティでしたから、売り上げの何パーセントから始まりましたから、その後にこれが出たんですよ。これ、はいはい、もうこれはマジック界のもう大ヒット商品ですよ。これマジックドームなんですか、ね、マジックドーム見えないとこがすごいでしょ。見えないからいいんですよ。もうだってこれだけで1日70万ぐらいの売り上げつく。あの通路歩いてる人にこうやって手の上にこうやって並べて、こっから始まるんですよ。ほうほう。あ、これ昔やってた感じですか。ね、するとあのデパートやこう通路のケース越しにずっと見ていきますからね、な看板見てここは何売り場なんて見えずに、こうお土産買う時ってそうじゃないですか。まあそうですね。ずっと目で追って流れてくる中にこれをパッと見せるんですよ。ね、お客さんが販売員がここに立ってるでしょ。お客さんは来た来たと思うでしょ、こっち、なんか面白いもないかなって探してますから、お客さんこれ知ってますかって言うんですよ。この奇妙なものですね、これ知ってますかって、これ見ただけで何だろうと思いますよね。思いますね。だ手品とも何とも言いませんから、これ何か知ってますかって言ったら知らないって言いますよ、何ですかって言うから、これちょっと見てください、この輪っかをここに置いて、ね、何もないですよねって、こういうちっちゃな金属の塊ですが、これをテーブルの上に置いて、これを置いて、そうするとなんとお金が出てくるというと、お金ですからね。これが他のもんだったら多分ええと思う。これ本物100円ですよってこうやって見せるんですよ、はい、あ、500円これ出てくる機械で、機械って言うんですよ。でこの機械はよく見ててくださいね、かぶせるとちょうど500円がぴったり入るんですよ。あ、本当だ。で開けると消えるんですよ。もうね、このくらいシンプルにやると、これまだ手品だとも気がつかないんですよ。まだ気がつかないんですよ。まず何ですか何ですかって、はい、でマジックっていうのをずっと後にするんです。これは人が集まってくるまで待ってるんですよね、でこれ何回かやっていくうちに、あの人がずっと集まってきますよね、このマジックのすごいのは繰り返し、本当に、ね、開店から閉店まで見せててもバレないんですよ。で絶対そのうちに手が出てくるんですよね、はいはい、絶対手が出てくる。あ、そう、触りたくなりますね。でやってみたいでしょっていう、これあの実は誰でもできるようにこうやって輪っか入れて、ちょっとすいません、これここへかぶせてみてください。これ蓋していいんですか。蓋してください、はい、ちょうどこれ500円入るっていうの分かりますよね、ちょっと持って、でちょっとあの他の方を見てくださいねって、で相手に全部こうやってキュッとひねってくれって、もうあれもうこれで他の人は一斉に驚くんですよね。で今私何にもしてなかったですよねって言って、まずできるっていうことを次言うんですよ、でこれ実はマジックなんです。
初めて誰でもできる手品ができたんですっていう。手品っていうのはね、難しいって言って買わないんですよ。まあそうですね、買ってもできなきゃしょうがないと思いますよ ね、 買ってもね、まず100人100人手品見せると、あ、器用でないとできないとか言って、せっかく面白いんだけど買ってくれないのはずっと続いてきたんですよ、ずっと続いてるんです。それが突然こうやってこうやって種がわからないまま相手ができてるってのがすごいんです。これそうですね、普通はね、種明かして種知ってからできるもんで、種明かしからスタートするもんなのに、種知らないでこうやってやってる間だけで中から500円が出てくるっていう、お客さんがやって、でこれがいかに簡単かっていうことがまず説明できるところがすごいんですよ。あ、もうあの見てくださいって言ってこうやって見せるんですよ、みんなに。今こういう件ありましたよね。これは驚きますよね。で、あのそれで最終的にこう迷ってますよね、でこれはとどめない、手出してもらって、こうやって500円を相手の手の上に置くんですよ。ありますね、これずれないようにきちっと置くんですよ、で何もないですよね、って皆さん見ててくださいねって、このままこれをかぶせるんですよ、で自分の手の上ですよ、で握ってください、500円入ってますよねって、その500円がこの殻の方へ、こっからこっちへ飛んでくるって言うんですよ。あれで開けてくださいと。これね、実は1円玉になって、これ何ですかって言うんですよ。これでもうね、あのもう訳分かんなくなるんですよね。急にあの違う現象がボンと起きるから、すっごい強烈ですね。強烈ですよ。でこれが本物を見せれるから、全部本物に見えるんですよね。これ普段皆さん使ってるお金でいいんですよと。でお金はすいません、ついてませんからね。そうですね、お金は自分で入れてくださいねって言うんです、これ実はね、ダブルダイナミックコインといって、あのこれさえポケットに入るからどこでも持ってて、どこから見られても何回でもやっても絶対あのこれさえ持ってる人気者になれるっていう話をこうすると、これ本当に見てる人10人見てて10人買ってくっていうくらい売れた商品。私だからこれが出たおかげで14年間これ売り続けてたんですよ。14年もうで14年やって、でそれからあの専門店作ったんですけども、その後独立されて自分で、自分でね、やっぱこれのおかげで手品の愛好家が増えたんですよ、でこれができたから、買ってできたから次なんかもっと面白いのないですかって来るわけだから、やはりまずできるっていうところがスタートでないと好きにならないですね、これできる前はあのこういう商品があったんですよ、これ知らないでしょ、実演販売で一番難しいのはお客を集めることなんですね、集めて物が初めて売れるもんで、その最初の一人を集めるのが大変なんですよ、誰だって売りつけられると思うんですね、売りつけられるっていうその威圧感で人っていうのは集まってこないから、いかに あなたには売りませんよっていう、売るためじゃないですよって言って、もう前通る人になんとなくこれ知ってますかっていうと、質問系でいくことによって何ですかって言いますよね。それ思いますね。見たことないですよね。何とも分かんないですよ。これ実は子どもの記憶力を試すもうすごい面白いおもちゃなんですって言うんですよ、ね、興味示しますよね、これ赤でこれが青なんですよ、大丈夫ですねっていう話をして、でこれを閉じてこう回して1回2回と回すと、もうこれが何色か分かんなくなりません？こっち側が分かんないです。勘でいいですか、ちょっと言ってみてください。青、こっち青、青なんてありました？大丈夫ですか？青と赤で、いやいや、何を言ってらっしゃる、黄色と黒だったんですよ。赤と青ですよ。じゃあちょっとこの下何色でした？この下、黒。あ、もう一度ちょっと見てもらった方がいいと思う。青ですよって、青ですよって言って、
でこれ自分でやってみてくださいってこれ渡して遊ばせるんです。混ぜていいですか？うん、でもちょっと全然変わらないです。全然覚えてないですよ。覚え、あ、いいんですよ。あの色が変わらないってことを試させるんですよ。でこれの場合は全然わからないものとしてなんであの遊ばせるんです、うん、でこれを遊んでるうちにだんだん売りたい商品手品の世界へ持っていくという導入で、こういうお客さんとやり取りするための道具としてこれね、あの当時今もう売ってないそうですけども、うん、私大事に取ってあるんですけども、これでお客を集めたんです。客集め良かったんですよ。これがこれは、ね、値段が安いから、うん、あのこういう高額な商品じゃないですけどね、あのあれですけども、でもこういうものか人を集めるそういうコツを勉強したから、うん、こういうものが売れるようになったんですね、うん、いきなりこれがそういう売り方やって、お客さんを集めるそういう勉強をこの道具でさせていただいて、実演販売のノウハウっていうのはかなりそれで磨かれてったんですね。いやもうだってこれだけで1日70万ぐらいの売り上げつく70万ぐらい売れたということは本当にね、あの放送なんかしてても間に合わないくらい、もう事前に包んでずっと開店からこうやって見てる人いるんですよ、これ。絶対誰が分かんないんですよね、これね。1時間ぐらい見て分からんから買ってくって言って、うん、そんなマジックないですよ。何百回繰り返し見てて分からないから言ってね、そんなすごいマジックないですよ。ダメ押しで相手の手でやられちゃうんです。最後もう1円玉出た時、うん、どんな、これやるとあの説明書に書いてないから、うん、あのややこしくなるから、でもあんまり迷ってるからね、そっととどめやると買ってきますよね。変化球やるとね、いろんなことできるんですよって言うと、いやこれは本当すごいですね。若林さん、ありがとうございます。